あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。これね、周りあのボロボロのままじゃ結構モンスターが入ってきよったけん、周りをね作ったよちゃんと。あとこれ調理場もねちゃんと作った。で、ほい、アイナ様はもうご覧になりましたか？毒に侵されきったこの島の姿を。うん、毒の沼地めっちゃあるもんね。住んでいた人々は大部分が亡くなり、生き残った人々もほとんどが病に苦しんでいます。アイナ様、私は病に侵された人々のために患者様をお迎えする病室を作りたいのです。病室？あ、そういう特別な施設を作っていくん？病室を作ることは私の長年の夢でした。どうか私の夢を叶えてください。エルの設計図をお渡しします。どうか設計図の通りに病室を作ってください。お、設計図、エルの設計図を手に入れた。なるほど、これで作っていかねばならんのだね。じゃあこの辺スペースあるけん、ここで作っていこうか。あ、でか、なんか思った以上にでかかったんだが、どうだ、これぐらい？もうちょっと、もうちょ、こんぐらいか？ん？合っとるかな？こんぐらいですか？だね。ほい。じゃあここにとりあえず土を設置して、よし、まずは周りの壁を作っていかなければね。よいしょ、ほい。なんかせっせせっせとめっちゃなんか食べ物作ってくれよるけど、いいねいいね。でもそうやってなんかね壁伝いに歩くのはどうかと思うんだ私ね、もうちょっと人間らしい行動を。よいしょ、あとここだけ。あ、まだあっちもか。ん？ここが、ここを抜かしている。ん？違うぞ。ほい、これでここもか、色が同じだから。よいしょ、んで違う設計図、設計図、し、建物、設計図、土たらい、土たらい、あ、土はオッケーかな。たらい、焚き火、生け花、木の机、木のベッド、藁の扉。あ、違う、ん？違わないな。何が違うだったんだ今。うん、これで壁の部分は OK なのか。じゃあ次、木の扉。木じゃねえ、藁だ。作る。んで、焚き火もいるんだったね。焚き火と、ほんで、藁の扉。藁の扉2つ。あ、一個ずつじゃないとダメなんか。一個ずつか、すべて作るしかできんのか。んで、あと、木のベッド。これも二つか。すごいね、木のベッドが作れるよ、ちゃんと。んで、木の机。机は一個でよかったね。あ、持ち物いっぱいになった。じゃあ、とりあえずこれを設置しとこうか。んじゃあ、ちょっと扉を先につけとこう。こ、んで、こっちね。こ、何？入ってくる？で、ここに焚き火を置いて、焚き部屋が完成した。お、まず焚き部屋が完成したぞ。で、ここにベッドを置いて、こ、お、焚き部屋がベッドの
ネアになった。で、次が、よいしょ。なんか走ってきてるような気がするけど、気のせいかな。で、次、木の机。机作ってないよね。あ、作っていた。なんてことだ。まあいいや。次、たらい。と、いけばな。こんだけかな。だね。あとは違う。お、これで完成する。木の机。あ、ベッドの上に上がってしまった。木の机で、机の上に、生け花。で、たらい。あれ、生け花ってちゃんと植木鉢みたいなのになっとん。設計図、L の設計図が完成した。やったね。ベッドのネアが病室になった。できたよ。ここ、走ってきた、走ってきた。そこまでか、来るのは。はいはい。おお、なんということでしょう。これはまさしく私が考えた病室そのもの。アイナ様、ありがとうございます。なんとお礼を申し上げたらよいか。いや、いいよ、いいよ。ってことは、これから患者をここに連れてくることになるのか？連れてくるんかな？やってくるんかな？アイナ様、人間はいずれ滅びゆく存在。病に抗っても意味はないという人がいます。そんなことはないよ、多分。病にかかった人々は、自分自身が持つ病と戦う力を信じようとせず、すべてを諦めて、ただ黙って訪れる死を待つだけです。悲しい。しかし、私は信じています。人間には、病に打ち勝つ知恵と勇気があると。アイナ様、作っていただいた病室で、この島にはびこる病を共に、根絶いたしましょう。さあ、そうと決まれば、なんかすごい壮大な感じになってきたな。もちろんアイナ様も協力してくださいますよね。そうですよね。めっちゃ必死だ。クエストコンプリート。太い枝10本。まあなんか必死に説明しているけれど。まあ、頑張っていきましょうじゃないか。日本語おかしかったな。はい。まあ今回はこの辺で締めたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。Lはすごい一生懸命ないい子だよね、でも。